はい。今回はですね、司法試験に不合格だった小室圭さん、秋篠宮夫妻にですね、試験の方は大丈夫だっていうですね、自信満々に報告していたようですので、お話ししていきたいと思います。まあ、秋篠宮夫妻についてはですね、国民が納得をいく説明をして結婚してくれと言われていたにもかかわらず、無視して結婚。 で、そしてですね、今回は試験の合格に関して大丈夫だというふうにですね、えー、言われて安心して娘を送り出したらですね、実は不合格でしたというのでですね、えー、秋篠宮夫妻はですね、小室家に散々裏切られている状況となっておりまして、えー、もう我慢の限界を通り越しているのではないでしょうか。はい。えー、今回はですね、こちらの記事ですね、えー、小室圭さん司法試験不合格報道の波紋。 秋篠宮夫妻に大丈夫と報告していたというのでですねこちらトースポの記事をもとにです、ねえー、お話ししていきたいと思いますまさかの展開だ小室圭さんが受験したアメリカ・ニューヨーク州の司法試験の結果が通知され合格者一覧に「K 小室」の名前はなかった不合格だった可能性も浮上しているっていうのでですね え、発表されているですね、合格者数と、リストにですね、記載されている合格者数、名前の数がですね、えー、違っていて、6人分ですね、リストに記載されていない人が、なんかいるようでして、えー、その中にですね、小室圭さんがいるんじゃないかというふうにですね、いうふうなことも言われていますけども、おそらくですね、不合格じゃないかなと思いますよ、やっぱり。まずですね、合格だったら、ちゃんと発表されると思いますけども、まあ、発表すらされていないですと。で、あとはですね、小室圭さんのし、 あの、勤務先のですね、ローエンスタインサンドラーですね、取材拒否状態なんですよね。で、こちらですね、え小室圭さんの勤務先のですね、ローエンスタインサンドラーの公式ホームページになります。ローエンスタインサンドラーっていうので、え、これ、ホームページ、 クリックしてみますと、えー、エラーって出まして、アクセスディナイアクセス拒否されてます <laughs> っわていうで,ですね、おそらく、この、合格発表の後にですね、日本からの、この、アクセスがですね、急増して、通常の業務用のアメリカからのアクセスが受け付けられなくなる。まあ、そういったリスクがあったりですとか、あまりにも日本から問い合わせが多いから、アクセス拒否しちゃってるんじゃないかなというふうに思いますね。 え、以前もですね、小室圭さんのプロフィールがパジャマ姿だった時ありましたけども、あの時もですね、アクセスが集中してアクセス拒否されてましたよね。もしですね、これ合格していれば、弁護士としての仕事が受けられるので、わざわざ合格したことを隠さないと思うんですよね。えー、受かりましたってきちんと伝えた方が仕事も取れるわけじゃないですか。まあ、何も言わないっていうことはやっぱり不合格なんじゃないかというふうに思いますね。はい。 それからニューヨーク州法務委員会ニューヨークステイトボード・オブ・ロー・エグザミナーズは29日公式ホームページで合格者のリストを発表2021年7月司法試験結果ジュライ・ July、2021・バー・エグザミネーション・リザルツと題して並べられた K の欄に小室圭さんの名前はなかったっていうのでですね まあ、偽名を使っている可能性も考えて、え、いろんな噂されている名前、なんか、小室圭じゃないぞっていうような噂もいろいろコメントいろいろいただいたので、ま、いろんなですね、噂されている小室圭以外の名前でもですね、調べてみたんですけども、やっぱりですね、それに近い名前、掲載されていませんでしたね。はい。 一部報道によれば、これが最終版ではなく、今後追加合格者や不正による不合格者が出る可能性はあるという、っていうのでですね。まあ、ただですね、この先ほども言いましたように、小室圭さんはですね、合格したことを隠す必要ないですし、むしろですね、公表した方が仕事面でも、この炎上を抑える面でもメリットしかないと思うんですよね。 それにですね。今回合格者が6000人弱いるはずなんですけども、も公表されていない6人って全体の0.1%にしか過ぎないんですよ。そんな0.1%にたまたま小室圭さんが入ってるなんて、もう可能性。そんな可能性ない気がするんですよね。えー、よほどのことがない限りま中、あ、ですね。まあ、理由があって公表できない人です。とかまあ、合格したけど、内容に意義があって、えー、まあ、合格内容でもまあ、スコアとかそういうところで意義が何かあって。えー 申し立てをしているとかそういう話じゃないかなというふうに思いますけどねはい。まあ、小室圭さんは単純に実力が足りなかったということじゃないかなと思いますよはい。でそれでも第1弾のリストに圭さんの名前がなかったことから騒然仮に不合格だった場合真子さんと圭さんの将来は一変する圭さんはすでにニューヨークの大手法律事務所への就職が決まっているが合格すれば年収2200万円程度 不合格だと女子としてしか働けず600万円程度になる。新婚の二人は合格を見越してニューヨーク州のマンションをアイノスに決めたとされる。一説には家賃は50万円以上。それも2000万円超の計算の収入があってこそ成り立つっていうのでですね。まあ税金もこれ払わないといけないわけで、600万稼いでもですね、これだと家賃にすら払えないんですよね。もう自分の収入に合った家に住んだ方がいいと思いますけどね。 まあ今、日本の仮住まいがですね、80万円ぐらいじゃないかというふうに言われてますけども、600万円しか稼いでいない、稼げない人がですね、このレベルの家に住むってあまりにも感覚がもうずれすぎてると思いますよ。まあこういうところはですね、やっぱり母親譲りなんでしょうね。はい。気が気でないのは、眞子さんを送り出した秋篠宮夫妻だ。K さんは結婚前の今月18日、赤坂東邸を訪れ、秋篠宮夫妻と面会した。 事情を知る関係者の話。秋篠宮様は今後の生活基盤について、K さんに詳しく話を求めたそうです。もちろん司法試験の出来栄えについても聞き、K さんは大丈夫ですと答えたと聞いています。というのでですね。 まあ、試験のですね、合格に関しては大丈夫だというですね、まあ、年収2000万以上稼ぐから、お金にも困らないから、安心してくれつっ,ってですね、言っておいて、実は3分の1以下、もう家賃も払えない年収でしたっていうようなお話ですからね。もう、秋篠宮夫妻からしたら、また騙されたっていう感じじゃないでしょうかね。まあ、そろそろ秋篠宮夫妻もですね、小室佳代さんの元婚約者からですね、小室家との接し方、距離の取り方っていうのをですね、教えてもらったりですとか、もう 一緒にですね、被害者の会でもですね、結成した方がいいんじゃないでしょうか。<laughs> はいで。今回の同州司法試験の受験者数は9227人で、全体の合格率は63%。初めて受験した人の合格率は78%だった。また、K さんが卒業したアメリカフォーダム大ロースクールなど、アメリカ国内で法律の勉強をしていた生徒の初回合格率は87%。 実際、ケイさんも自信満々だったに違いない。まあメディアもですね、散々合格間違いない、落ちるわけがないっていうようなですね、報道してましたよね。で、万が一不合格ということになれば、小室夫妻の人生プランに大きな影響を及ぼします。 秋篠宮夫妻も心配しているのではないでしょうかっていうのでですね。ま、さすがにですね、えー、これだけ騙されたらもう心配になりますよね。うちの娘今後、こんだけ騙された男と一緒にいて大丈夫なのかってなりますよね。はい。えー、ニューヨーク州の司法試験は年2回あり、次のチャレンジは来年2月だ。 再び周辺が騒がしくなってきたっていうのでですね。まあ再びというかずっと騒がしかったんですけどね。まあ来年受験できたとしてもですね、年収2000万円になるのはですね、もう半年以上後ですからね。まあいくらですね、マコさんの貯金があるとはいえですね、まあどんどん急激な速さでですね、えー、なくなっていく貯金の額を見てですね、小室圭さんも小室マコさんもですね、やっぱ安心できないでしょうね。 特に、マコさんなんてですね、PTSD 悪化するんじゃないですかまたですね、これ心配事、ストレスが溜まる原因をですね、旦那が作ってしまったわけですからね。はい。まあでもですね、この仕事をしながら、この合格率を高めるために、十分な勉強ってできるんでしょうかね まあ結局ですね、2回目の合格率の方が低いじゃないですか。それってやっぱそもそも勉強が得意じゃない、努力も人ほどできない人だったっていうところも、まあそれで1回目落ちてる人たちだからっていうのもあると思うんですけども、あとはですね、仕事で忙しくって十分な勉強時間を確保できない、えそんな状況もあるでしょうからね。やっぱり学生時代に避ける勉強時間と社会人になってから避ける勉強時間って全然やっぱ違うと思うんですよね。まあもちろん法律の事務所に入れば、それだけ、まあ、実務も学べるわけ なんですけどもやっぱ試験となるとちょっとやっぱ違いますからねまあ、次受ければですねまあ、受かるわけではないのでちょっとこの辺りですねやっぱ心配ですよねまあ、次もっと厳しいわけですからはい ま、今年はですね、論文コンテストで1位になって、えー、去年も2位だったわけですよね。そんな人がですよ。全体の合格率が高いにも関かかわらずですね、そんな論文コンテストで優秀な成績を収める人ですら落ちるみたいですけども、この論文コンテスト、やっぱり小室圭さんに忖度してませんかロイヤルチート使ってませんかますます怪しさが増してきますよね。はい。 えー皆さんはですね、今回のこの小室圭さんのですね、不合格事件について、それからですね、秋篠宮夫妻、また小室圭さんに騙されたーっていうようなですね、えー、事件について、えー、皆さんどのようなご意見お持ちでしょうか皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると嬉しいです。えー、それからですね、今後もですね、こういった面白いニュースあればですね、どんどんえお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。 あとはですね、Twitter と Instagram もやってます。こちらはですね、概要欄にアカウント載せてますので、ぜひですね、フォローいただけると嬉しいです。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた、次の動画で。